石井慶一は、日本の政治家、元建設官僚、公明党所属の衆議院議員、公明党幹事長、財務副大臣、公明党政務調査会長、国土交通大臣、公明党幹事長代行などを歴任した、東京都豊島区生まれ、早稲田中学校、早稲田高等学校、東京大学工学部土木工学科卒業、1981年、 建設省に入省。道路局国道、第2課橋梁係長、道路局路政課課長補佐を経て、1992年に退官。1993年7月、第40回衆議院議員総選挙に、旧東京5区から公明党公認で出馬し、得票数3位で初当選した。1994年、公明党の回答に伴い公明新党を経て、 新進党決闘に参加した。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロック単独で新進党から出馬し、再選。1997年12月の新進党会党に伴い、旧公明党出身の衆議院議員を中心に決闘した新党平和に参加。同年11月、公明党の再結成に参加し、 東副幹事長に起用される。1999年6月には公明党、茨城県本部代表に就任した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロックから比例北関東ブロックに、くら替えし、参戦。以後は比例北関東ブロック単独で、連続当選している。2003年、第1次小泉第2次改造内閣で、 財務副大臣に任命され、第二次、小泉内閣まで務める。党市民活動委員長や政務、調査会長代理などを経て、2010年、山口夏夫代表の下で公明党政務、調査会長に起用された。民主党政権下の2012年、自民党を交えた、消費税増税をめぐる三党協議では、支持母体の総科学会が難色を示す民、自、 国三党の合意形成に尽力した。2015年10月7日、第三次安倍第一次改造内閣発足に伴い、大田昭弘に代わって、国土交通大臣及び水、循環政策担当大臣に任命され、初入閣した。国交省就任に伴い公明党政務、調査会長を退任した。第三次安倍第二次改造内閣と、 第3次安倍第3次改造内閣で国土交通大臣及び水、循環政策担当大臣に留任。2017年11月1日に発足した第4次安倍内閣で国土交通大臣及び水、循環政策担当大臣に再任された。2018年12月21日、アイヌ政策を総合的に推進するための制度整備を進める担当大臣を兼務する。 2019年9月11日、第4次安倍第2次改造内閣の発足に伴い、退任。同19日、公明党幹事長代行に就いた。2020年9月27日、第13回党大会で公明党幹事長に就任した。2021年8月17日、東京都内の日本料理店において2回都市広ら5人での会食を行ったことが報道された。 高木洋介国会対策委員長は記者に対して会食ではない。打ち合わせの前にそれぞれ昼食を黙食で取ったと話したが、8月20日の記者会見において、石井は大いに反省している。全員がワクチンを2回接種し、感染防止対策も取ったとした上で、大丈夫だろうと思っていたところに油断があったと釈明した。ありがとうございます。